習志野市長の宮本大輔です。7月22日金曜日午後2時現在のお知らせです。第228回目の発信です。この動画は通常平日の金曜日に発信しております。字幕が出る設定にできます。概要欄の項目の時間表示をクリックするとその部分からご覧になれます。また内容の詳細や関連情報につきましてリンクを掲載しております。コメントも書き込めます。お寄せいただいている皆様ありがとうございます。ぜひこの動画をご活用ください。そして広めてください。チャンネル登録もお願いいたします。熱中症予防情報についてお知らせいたします。まず本日午後2時時点の暑さ指数ですけども、こちらとなります。本日2時時点で船橋観測点が 31.3 ということで危険の値です。そして千葉観測点、明日明後日の予報いずれも厳重警戒となっています。もう危険に近い厳重警戒です。今日もそうですけども、日差しは大したことないんですけども、とにかく蒸し暑い、そんな印象です。こういう時は夜や部屋の中でも熱中症にかかります。今国から節電要請が出されておりますけども、涼しい環境を保つための電力はしっかり使ってください。そして屋外でのマスクにつきましては、周りに人がいる時だけにしましょう。屋内でもマスクの装着時は喉の渇きに鈍感になります。ですので水分補給のタイミングを逸しないためにも、マスクの着脱、習志野版新しいルール、こちらにございます。リンクにも掲載しております。活用していただいて、とにかくマスクが外せる状況を積極的に作ることも大変有効であります。どうか熱中症には十分に気をつけてください。続きまして、本市の新型コロナ感染状況と国や県の動向についてお知らせします。まず習志野市在住者の新規感染者の発表ですが、昨日までの1週間で997人でした。感染者の累計は1万6996人です。次に現在療養中の方につきましては1341人であります。そのうち519人がこの1週間で新たに増えた数字、数となります。で次に千葉県の状況ですけども、千葉県の状況はこちらです。千葉県の状況は32,648人、そしてこのうち半分以上の16,504人がこの1週間で新たに増えた数字となります。で病床確保計画フェーズ 2B 全域で 2A から上がっております。これは病床使用率のこの母数が増えたという意味でありまして、この使用率、今ここに記載の通りですけども、まあ、この病床使用率は基本的には少し経ってから遅れて上がってくる状況もありますので、決して油断できない状況であります。内訳はご覧の通りです。でこれらの数字を折れ線グラフで、人口10万人あたりにいたしまして、示したのがこちらとなりますけども、第6波がこちらであります。でこの折れ線グラフでは東京都も示しておりますけども、東京都もすでに第6波を超えています。そして千葉県の値ももう第6波を超えています。そして注目すべきはこの下がった状態から上がった状態に至るまでのこの間隔がもうほとんどないという形、ほぼ垂直に上がっている、すなわちまさに急速拡大している状況がこのグラフからも読み取れます。前回の動画でご紹介した通り、全国的に感染爆発というふうにも言える状態でありまして、新規感染者が増えています。全国で1日に発表される新規感染者が昨日過去最多を更新しまして、東京都でも1日に3万人超えと大きく更新いたしました。
そういう中で前回の動画でも申し上げました、とにかく第6波より急速に拡大している、そして BA.5 はさらに感染力が強いということ、そして重症化はそんなにしないんですけども、まあ、むしろ軽症が多くて無症状も含めて気づきにくい、そしてそういう状況の中で今医療機関は、まあ、発熱外来に人が押し寄せている状況であります。ただ風邪症状の方々はいきなり駆け込んではいけません。駆け込んだとしてももう入り口で追い返されるような状況であります。電話などで必ず指示を仰いでください。まあ、でもそれももう満杯の状態です。で一方で国県は PCR 検査キットの無料配布などを計画しておりましたが、千葉県については昨日開始したものの、もう今の段階で休止状態になっています。数が圧倒的に足りない。でこれは習志野市にもありません。そして国についてはその具体案はまだ示されていません。で抱える矛盾点ということでお話しいたしました。つまり活動は制限しないけども感染者がどんどん増えていく、そして以前から感染者の倍以上いる濃厚接触者の存在というものを、これはもう決して軽視できないという話をしています。どちらもほぼ同じ対応で、とにかく活動ができません。会社への出勤ができないということになります。ということはエッセンシャルワーカーと呼ばれている、まあ、医療や救急や消防や交通やその他多くのインフラを支える方々が出勤できない、そうすると社会が止まる可能性が大きいのではないかという指摘をしておりますけれども、まあ、これに応じた形ということなのか、今日国から濃厚接触者の待機期間について今まで7日としていたものを5日にするというそういう報道がありました。そしてかつ2日目と3日目に検査して陰性ならば3日目で待機期間が終了するということでありますが、キットが今品薄な状態であります。また陰性を確認するための検査をどれだけの人が受けるかということも、これも私の中では疑問に感じるところであります。そして今濃厚接触者の特定ということについては、昨日千葉県知事から新たな方針が出されました。昨日ではありません。7月20日に通知が出されました。保育所、幼稚園でクラスターを除いて感染者が確認されても濃厚接触者を特定しないという方針、これが私ども習志野市にも通知されております。このことによって今本市も保育所、幼稚園、子ども園でのこの通知に即した対応としております。県知事のコメントによりますと、子どもが自宅待機になってしまうことによって保護者の就労を妨げられる事態がこれで防げる、そしてより重症化リスクの高い感染者、施設の調査を重点的に行うことを目的とすると、こういうコメントが出されております。ということで今実は濃厚接触者の特定についてももう難航、極めて難航している状態で、先ほど言いました重症化リスクの高い施設以外、あるいはクラスターの追跡以外は、まあ、ほぼ未実施、もう実施されていない状況であります。ですので当然気づきにくいということになりますから、まあ、さらに感染が拡大する可能性があります。でちなみにこの県知事が言っているこの保護者の就労を妨げられる事態の解消という部分については子どもについての重症化リスクというのが30代を1とした場合にもうその半分以下というふうになっているということも踏まえております。若い人はほとんど重症化しない、
60歳以上、65歳以上の方になって重症化の度合いがだんだん上がっていくというような状況の中で、まあ、いわゆるその若い人にとってはもうほとんど重症化リスクがないという状態であります。ただ矛盾を感じるのが、まあ、伝わって最終的にその重症化する方に届いてしまった時はじゃあどうなんだろうということも一方で心配せざるを得ないという状況もあります。まあ、とにかく前回の動画でも言いました、まあ、抱える矛盾というところなんですけども、活動によって広がる感染者、いくら基本的な感染対策をしていても広がっているという事実がある以上、やはり基本的な感染対策にはやや限界があるということだというふうに思います。その中で濃厚接触者の制度、少しは改善されたものの、まだまだこれから広がっていく中で、そして重症化する人もこれから増えてくるかもしれないということの中で、社会活動が止まってしまう心配があります。まあ、そういった矛盾ということを感じつつ、とにかく対策をしていかなければいけない。ですので、まあ、今日のサムネイル、ご覧いただいたように、もうほぼ白紙の状態で、ありまして、ただ、あえて、まあ、書くならば、もうとにかく基本的な感染対策をしっかり行いましょうと、こういうことであります。海外ではもう通常にほぼ通常にこうマスクもつけないで活動している状況なども、もう垣間見えるわけでありますし、本当に今この新型コロナウイルスに対する対策というのが今いろいろなところで議論されているところでありますが、まあ、とにかく早く、まあ、結論というか明確な方針を出してほしい。これが、まあ、私のというかもう市の市町村自治体の願いというふうに、考えています。とにかく今できることをやるということなんですけども、一方でとても心配な部分があります。本市の対応ですけども、対策本部会議を開催いたしまして、職員の感染者あるいは濃厚接触者が増えていることから、市役所業務を継続させるための方策等について主に協議を行います。本市といたしましても、必要な公共施設を止めることなく、必要なサービスを止めることなく、市民の皆さんに安全安心で、そして快適なサービスを提供できるよう努めていきます。どうかいろいろとありますけども、市民の皆様どうかご理解をよろしくお願いをいたします。最後にワクチン接種についてお知らせいたします。3回目接種の接種状況なんですけども、こちらとなります。まあ、ほぼ数字は動いておりません。で、4回目接種進んでおります。そういう中で、国において4回目接種の対象を医師や看護師などの医療従事者のほか、高齢者施設、障害者施設などで働く人を新たに対象とすることを決定いたしました。この決定を受けまして、本市といたしまして、今月中に本市で把握できている対象者に対して接種券を発送いたします。約4600人の方に接種券を発送していく、こういうことであります。届かない場合、ご不明な点は健康支援課までお問い合わせください。第7波に入っております。今後も感染が拡大する見込みです。おそらく確実に拡大するでしょう。どうかこのワクチン接種につきましては、2回目接種と3回目接種してる人としてない人で重症化する割合に差があるようでありますので、とにかく3回目接種、若い方の3回目接種、そして対象の方の4回目接種、これとても大切であります。かかってしまうということについては止められないかもしれませんけども、重症化することはとにかく
食い止めましょう。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。本日のお知らせは以上となります。次回の発信は7月29日金曜日となります。この動画を広めてください。チャンネル登録もお願いします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、かかっても移さない、濃厚接触者にとにかくならない、そしてさせない、そして、熱中症のリスクもあります。いろいろと参考にしながら乗り越えていきましょう。